BDS テクニカルスクールの板でございます。今日は、ヤマハの YZ450、FX 乗ってきました。でこの車両をモトクロスではなくてエンデューロとかそうですね、クロスカントリーって言われてるモトクロスコースっていうよりは山の中を走るためのオートバイなんですけど、ヤマハさんねやってくれたんですね。日本仕様で出します。海外モデルとかいろいろあるんですよ。あれはあれでいいんですけれども、あれやっぱり海外の人の味付けだったりするんで、なかなかちょっとね、さバイク自体が大きく感じたりする方いると思うんですけども、これ日本人に合わせたセッティングなんですね。で何が違うのっていうと、サスペンションが日本人の使い方、でもこのちゃんとねヤマハさんすごいですね。日本のやっぱオフロードライダーの使い方よく研究してます。でどういうレースがあってどういうステーションで使ってるよっていうのを研究して、それに合わせた味付けのサスペンションにしてるんで、海外モデルとはちょっと違うんですね。具体的に言うとサスペンションのねバネのレートっていうのが変わってるんですよ。なので林道だとかね、ちょっと丸太を越えるとかガレ場とか、そういったところでも走りやすいように味付けしてくれてます、ね。まあ、これはまず言ってんと、あともう一個はアプリ対応。ねすごいですね今のバイクね。正直言って私ね、こういう450のモトクロスだってちょっとビビってたんですよ最初。450って言ったらロードレースのバイクで言ったらあれです、もうスーパーバイクと一緒ですよね、450とはいえ。でこれ、まあ昔ね、まあ何年も前ですけども、乗った時にはもうレスポンスがビンビンで、うわ、速いなって思ってるのも速すぎて、ちょっと腕がない人乗れないなと思ったんですけど、これ違うんですね。まあちょっと鈴木健二さんも言ってたんですけど、450の FX は守備範囲広いよって。モトクロスっていうと、ね、もうすごいジャンプを越えたりとか、そういうシチュエーションで走るために生まれてるんですけども、日本のこと考えて、ね、丸太越えたり、ね、マディっていうね、ヌタヌタな道走ったりとか、いろんなことできるようにやってますから、守備範囲が広いと。で、そのね、アプリ対応って言ったけど、で、アプリで何ができるのかっていうと、まず一つは、エンジンの特性を変えれます。パワーを出したりというよりは、乗り味が変わるんですよ。で、具体的に言うとね、エンジンの、これアクセルひねるでしょ？で、ひねった時の出力の出方、パワーの出方ですね、それを優しくしたりドーンって出したりっていうのができるんですよ。なので最初乗った時には結構レスポンス反応が良くて、自分の思ってるもバイクが前に行く印象だったんですけれども、ちょっと走ってみて、ちょっとマップ切り替えたいですっていう開発の方々にねちょっとお話ししたら、あじゃあこれやってみましょうって書いてくれたんですよ。で走ったら全然違うんですね。急にね乗っててねエゴになっちゃった。普段私乗ってるバイクっていうのがファンバイクって言われてるやつですよ。排気量もちっちゃくて、まあ、ちょっと市販車の保温部品外したみたいな、そういうの乗ってるんですけど、それでもね楽しく乗れました。なので450だからちょっと敷居が高いなってもちろんありますよ。ですけれどもそのマップを切りマップそのエンジンの出力をアプリで切り替えられるので、そこの一番優しいモードからスタートしていくと、多分このバイクは長くね楽しめると思うんですね。でちょっと腕に自信がついたらもうちょっとレスポンス、ね、アクセルの反応良くしようとかいろいろできるんですよ。でいじれるだけじゃなくて、 もう一個言うとね、困った時のねお助けアイテムがあるんですよ。このアプリの中でいやこういうシチュエーションでこういう時にどうしたらいいですかっていうのをチャート表がありまして、どんどん選択していくと、これをこういう風にしてください、あれをこういう風にしてくださいとバイクが答えてくれるんですね。なので昔だとキャブレッターっていうね部品があって、その部品を外して交換してどうかなこうかなってやってたのがやれやすか、これでね、で分からなくなったら元に戻せるんですよ。であと面白いのが、その変えたデータっていうのを他の人と共有したりとか、でもしかしたらプロライダーがやったのを入れたりっていうのを誰かがね、そのデータをアップしてくればできたりするんですね。なので非常に面白いと。それプラスエンジンだけじゃないですね、エンジンだけじゃなくてサスペンションのお助けツールも入ってます。具体的に何クリックとかね、このサスペンションっていろいろ調整するところがあって、まあ、今回のモデルでね指でいろいろ調整できるんですけど、じゃあどういう方向にしたらいいの、例えば走っててなんか
あ、もっとこうしたいなってあるじゃないですか。こういうシチュエーションで例えば大きいギャップを超えた時に跳ねちゃうとかって。じゃあそういう時にどうしたらいいのって言うと、これね、教えてくれるんですね。で、ちょっとこれをこういう風にした方がいいよって書いてあって、でその通りにやった後に、その後またどうですかっていうのも選べるんですね。で、良くなったらいいですし、じゃあそれでも改善したらしない場合は、もっとこういうアプローチありますよとかっていうのができるんですよ。なので、あの、相当ね、楽しめると思うんですね。もうアプリ見ていろいろやってるだけでね、もう楽しくなってきちゃう。で、ちょっとここだけの話ですよ。これね、あの、アプリ見るだけだったら、この形じゃなくてもいいんですよ。わかります？あの、セッティングに関してはヤマハの考え方っていうのはある意味ですよ、他の車種でも当てはまっちゃう。レース出て走っててセッティング困ったなっつってヤマハのアプリを開いて、でそれでサスペンションのセッティングとかっていうのを見ていくと、それって別にヤマハ車じゃなくても使えちゃうんじゃないかななんてね、個人的に思いましたけど、まあそういったね、まず取っかかりとしてね、あの、車両買うってやっぱりハードル高いですから、あの、あとは乗り換えるとかね、旧モデル乗ってて、まずアプリ入れてみて、ちょっと遊んでみて、こんなことできるんだなって、あの、これで指くわえてね、よだれ垂らすといいですよ欲しくなっちゃうから、ね、って形で乗ってきました、ね、ですので、まず、まあ、乗った感じで言うと自分の使い方にある程度合わせられるというところがまずいいんですね。あと細かいところ見ると、やっぱりね、手抜きしてないです。あ、こういうところとかこういうところとか、もう本当にね、重箱の隅をつついて、いろんな部品を軽くして、重量バランスもね、最適化して、もう本当にね、この日本の市場に対して真剣にね、このヤマハさんが取り組んでるっていうのはね、よく伝わってくるバイクです。本当にもう妥協がないんですよね。だから多分ね、次のモデル本当に何するんだろうって、逆にちょっと、ね、聞きたいというか、もう不安というかね、もう楽しみでもあるというか、でそんな風な形のオートバイになります、まあ、ですので、あの、ぜひね、今モトクロスター乗ってる方は450の、FX ありだと思います。250からのステップアップでもいいですし、逆に、あの、そうですね、250乗るよりも450の方が守備範囲は多分広いかもしれないです、あの、 X に関しては。あの、やっぱモトクロスターって使い方ピンポイントで絞って、でっかいジャンプ飛んだりとか、パワーの出し方もとにかく速さ求めてるんですけれども、こっちはいろんな使い方がね、できますから、オフロード大好きで、モトクロスだけじゃなくて山の中も走りたい、エンデュロレースも出たいって方にはものすごくね、おすすめです。はい、ということで、まあ、いろいろね、ちょっと私の思いの丈を喋ってしまいましたけれども、あの、楽しいバイクでしたね。ちょっとドキドキしますけど楽しいバイクでした。はい、ありがとうございました。